この扉の向こうにフランシーヌが。そういうことなら行くよミハイ。おい、ミッシャさん。思いのほか傷が深いようだね。私の血を飲んだと言っても十分な量じゃなかった。そういうことなら役に立てるよ。じゃーん、医療用カプセルエッグド。こんなものまで持ってきてたのか。すごいだろう。小型ながら大概の治療ができるのさ。ファティマ。はい。ミンシアを頼む。それからあんたも早く傷を治してくれ。はい。いつまでグズグズしてるのだ白金諸君。それともおじけづいたかな。それじゃあ行こうか。お。分かっているな。我らのうち一人でもフランシーヌにたどり着いたら彼女を倒す。人類の存亡をかけて。よりも手前側の星空のインクの中落として見失って探し物。心は眠れないまま太陽の下夜の中つぎはぎの願いを明かりにして。何もいらないだっても何も持ってない。あまりにこの空っぽが大きすぎるから、たった一度だ鏡のように手を伸ばしてほしい。その一瞬の理解のため、それ以外の時間の全部が燃えて生きるよ。僕の正しさなんか僕だけのもの、どんな歩き方だって愛に行くよ。目の奥で再現なく育ち続け真っ暗だな。ああ、だが下からの風を感じないか。ああ、この程度の暗闇で何も見えないなんて、やっぱりただの白金ね。悪かったな。私たちは光量補正をしてくれる目を持たない。白金王の君のように。まあリーナよ、リーナでいいわ。そうよ、私には見えるの。地獄へ続くような怖い階段がね。そういえば自己紹介がまだだったな。私はスティーブ・ロッケンフィールド。イギリスの大学で医学の教鞭を取っている。シュバルツェ・ストア、ドイツ出身だ。そうかよ。どうやら君は我々白金があまり好きではないようだね。ああ。許せねえんだ、命を粗末にするような奴はよ。私の大切な家族だ。私は家族を守るためにここに来た。ゾナハ病を世界にばらまく人形を倒すために。ナルミ君、分かってくれたまえ。我々はそれぞれの理由があってここに来たわけだが、死ぬつもりはないのだ。私も祖国に婚約者がいる。帰ったら結婚するつもりだ。白金王どもとは違う。何それ、バカみたい。家族？結婚？余計な感情を持てば戦いが怖くなるだけ。だから私たち白金王は感情を制御するためフェイスレス司令に機械化してもらったの。命を大事にしたり協力することを知らなきゃ戦いには勝てないぜ。私たちはそういう風に調整されてないからね。おめでとう。お前たちは当たりの扉を選んだ。さあ戦いなさい。戦う？そう、フランシーヌ様はそのドアの向こうだが、ここから先に進めるのはお前たちの半分だけ。
戦って生き残った二人だけがそのドアをくぐれるのだ。ふざけるな。誰が。お前たちに選択肢はない。他の行動を取ろうとすれば死んでもらう。制限時間は18分。3分ごとに床が外側から落ちていく。さあ始めるがいい。どうにも仕方がないな。いや！残念だよ。仲間同士で戦う羽目になるとは。まったくだ。日本を経由してサハラタ。また派手な旅行ですね、ジョージさん。君も物好きな男だな。あの荷物を君の村から受け取った時点で役目は終わったのに。まあ私の知らない世界ってのを見たくってね。何より退屈せずに済みそうなんで。さあやろうか。やだね。なんだって。ここから出られるのは二人だけ。奴らの言う通りにするしかないのだ。あんたたちもかい。やってくれよな。人から言われて戦うなんざ真っ平だ。しかしあんたたちが出ていけばいいさ。戦わないのは認められない。今ここで死んでもらおう。一斉発射まで10秒。いいから行けよ二人とも。なぜだ。君は言ったはずだ。命を粗末にするのは許さないと。3、2、1。なぜ死を選ぶ。ナルミ君。ロッケンフィールドさん、トワさん、人間は嫌な時に訳なんて言わなくてもいいんだぜ。なぜなのだ。昔誰かに言ったんだ。何かあったら心で考えろってよ。それでさ、俺の心が言ったのよ。ゾナハ病の子たちも、あんたたちの大切な家族も、泣くのは嫌だなってよ。さあ行ってくれ。そしてフランシーヌにかましてくれよ。ナルミ君、私は白金であることをこれほど苦痛に感じたことはない。気にしなくていいっす。俺も必ず行きますから。彼はまだ諦めていない。迂闊だった。ああ信じられない。私が死ぬことになるなんて。まだ手はあるさ。ん？床が落ちたら壁に飛べ。俺が足場になるから、お前が壁に穴を開けろ。そんなこと。飛べ。おお、ナルミ君、リナ、無事だったか。司令もご無事で。なんとかな。あんたたちがやったのか。いや、やつらのせいだ。僕らが同士打ちを拒んだせいでな。おいおい、壁から飛び入りか。こうなったらお前ら全員で殺し合えや。フェイスレス、どうにも食えねえやつだぜ。仲間が死んでも顔色一つ変えやがらねえ。ナルミ君、君は思考が顔に出るんだね。どうやら僕が好きではないらしい。でもね、君の不信だけは解いておきたい。僕にも情がある。僕が白金になった理由はね、
妻をフォートマータに奪われたからさ。おい、今殺されたいらしい。土は土に、灰は灰に、忌まわしきオートマータは歯車に。すげえ。当たり前よ、指令は3回のフェイスレスだもの。3回？1に分解、2に溶解、3は？今はオートマータを完全に沈黙させる秘密の技とでも言っておこうかね。インババティ、来てくれ。脱出するには君の人形がいる。ちょっと反則はダメだよ、君たち。そうそう、そういうやつは粉々にしちゃうもんね。私どのくらい寝てた？大丈夫ですよ、きっとナルミさんたちがフランシーノを倒してくれますから。冗談じゃないわ、行くわよ私も。そうだね、じゃあ私たちはみんなとは別のルートでフランシーノを探してみようかね。別のルート？何か手はあるの？あるさ、私はそれを待ってるのさ。なんでこの銀の煙は。急にヘリの調子も悪くなりやがるし。これがオートマータの作るゾナハ病の病原菌だ。煙に見えても実は極小の虫型のオートマータだ。いけか。ゾナハにかかったか。本来は禁じられていることだが仕方がない。おい。あ、間違えた。何を。助けてやる、だから手伝え。よっ、オートマートは俺が引き受ける。お前らは行け。何カッコつけてるのよ、くだらない。いや、今の足か。僕を無視して何の相談だい。ナルミ、ティンバパーティ、ナルミ君の行動を無駄にするな。よし、大丈夫だ、急げ。そうはさせるかよ、ファイヤー。バカだよ、バカだね。ナルミ君、ちょっとさっきから何のつもり？これで勝ちでも作ろうっていうの？違う。俺は時には危険とか役に立たねえことさえも自由に選べる俺になりてえんだよ。早く行け。君は生きたまえ。ナルミ君一人に押し付けるわけにもいかん。何やってんだ、あんたも行けよ。うわローリングスラッシャーが起動しちゃったよ。僕に殺されるかバラバラになるかの二択しかないってことなのよ。5分だ、ナルミ君、5分だけ生き延びたまえ。やつは一人で逃げようとしているのさ。見捨てられたんだよ、お前は。何言ってやがる。もともと俺はな、一人でやるつもりだったよ。この一発聞いたろ。いや、5分間なんとか持ったね。だから君は生き延びた。
あんた、俺を助けるために。歯車で動くものは悲しいね。僕という石ころが挟まることで、あんな大きなものも止まってしまう。なるみ君、妻は幼なじみだったんだ。可愛かったな。生真面目な彼女はいつも僕のジョークに笑ってくれた。両親がいない僕は、いろんな親戚をたらい回しにされてるうちにふざけ屋の顔を持つようになった。悲しい時もふざけていればやり過ごせる。だけど彼女の前だけは本当の自分の顔ができたんだ。そんな僕を彼女の母はうさんくさいやつだと思っていたんだな。だから僕たちの仲を引き裂いた。次に会った時、彼女はオートマータの妻となっていた。僕は彼女を連れ去った。しかし、情けなくも逃げ延びた僕はゾナハ病にかかり、ルシエルに出会う。そうして白金への道をたどったのさ。俺は。気にするな。君は顔をなくした男の退屈な昔話を聞いてくれたのだから。さあ行ってくれ。そしてフランシーヌ人形を破壊するのだ。どうもこれをかけてないとおしゃべりになっていかんな。安心してくれ。フランシーヌ人形は必ず俺が。なんでこりゃ。さすがに私もこんな大勢の仏は見たことねえや。白金とオートマータの相打ちの後か。大丈夫か、ナルミ君。ドアさん、よかった、生きてたのか。ああ、ロッケンフィールド博士とははぐれてしまったが。そっか。それにしても、なんでここはこう寒いかね。明かりも薄暗いしよう。ナルミ君。神よ、彼に五感を。なんだこれは。どうやらここはフランシーヌ人形を賛美する美術館らしい。この回廊を進めということか。ナルミ君、私は君に謝らなくてはならない。私に婚約者がいるというのは嘘だ。すまない。どういうことだ。今から90年も前のことだ。父さん、母さん、なんでこんなことに。それがフランシーヌ人形を初めて見た時だった。彼女は眉一つ動かさずに苦しむ人々を見つめ、虫でも見るかのように私を見下ろした。私はゾッとした。彼女の心の中には
何もないということが分かったからだ。そして彼女は踊り回るサーカス芸人の扮装をした者どもの中へと進んでいった。するとどうだろう、あのおぞましい人形たちが、病をばらまいた悪魔どもが。忌まわしくもその時、私は思ったのだよ。彼女を美しいと、まるで地獄の聖母のようだと。私は許せないのだ。そんなことを一瞬でも考えた自分が、父も母も友もゾナハ病で死んでいったというのに。フランシーヌ人形は必ず葬らねばならない。オートマータがゾナハ病をばらまく理由そのものを消してやるのだ。そして私は同時に昔の自分も消し去ってしまいたいのだよ。ナルメ君、どう？みんな無事だったか？フェイスレス司令は。そうか。よく来てくれた。おめでとう。ここが終点だ。さあ、始めよう。あれは、オートマータ最強の、最古の4人。死にゆく仲間たちが少なくては、冥界への道行きが寂しかろう。これからお前たちはフランシーヌ様のお慰みに、我らレイキャトル・ピョネールと戦うのだからな。そんな気もして、どうして生きてるのか。